今日も最高の天気ね。クラーケンも相変わらず最高におとなしいですし。東大の役割は果たせるはずじゃ。ああ、遠くからでもよく見えそうね。あとはアドマイヤー号が来るだけですね。そうね。指揮官、海の道側の水位がどんどん高くなっています。あそこが浸かったら最後の出口が消えるのよね。次に道が開かれるまで待たなきゃいけないって。ま、大丈夫でしょ。もう少しだけ待ってみましょう。大丈夫じゃない。どう考えても他の方法を考えるべきよ。唯一の陸路が閉ざされるというのが少し心配ではあるの。いい感じの脱出アイデアを持ってる人いない？私、あります！地面を掘るんです。アークに向かって。その前に私たちが干からびちゃうわよ。やっぱりクラーケン、動力消費するまで寝る。すごい計画。ああ、まともなアイデアはないの？そろそろ食料も尽きてきてるわ。海の浅い方には魚もあまりいないし。それか。ちょっと無謀な計画ではあるけど、いっそ全力でぶつかってみるのはどう？いきなり？それなら最初から戦った方が良かったんちゃう？ここでできることは全部やったし、あとはもう待つしかないでしょ。アドマイヤー号は来るだろうけど、それは明日かもしれないし、10日後になるかもしれない。その間にクラーケンが突然私たちを攻撃するかもしれないし、自然災害で島が崩れる可能性だってある。とにかくここで孤立したままただ待つのは辛いってことね。私はアニスの意見に同意するわ。このままアドマイヤー号が来るのを待つだけっていうのは無謀すぎる。でもそれで全滅したら、何があっても指揮官だけは無事に送り届けないと。じゃあ目標をクラーケン大地じゃなくて指揮官様を無事に向かい側の地上へ送り届けるってことにして、なるべく指揮官様の安全を守るってことにすれば。そんなことできるでしょうか？クラーケンが触手を一度振り回すだけで全員吹き飛びそうですけど。だから作戦を練らないと。正直この方法も海の道が閉ざされたら試すことさえできないわよ。決めるなら今ってことね。指揮官、大丈夫ですか？一歩間違えば非常に危険な状態になります。じっとここで待っている方が賢明かもしれません。ラジャ、私がもたらす台風が。こんなの楽勝よ。
近づきますね。大きいの爆発させるね。火力集中。痛いの痛いの、飛んでけ。もし怪我をしたら来てくださいね。つら。はい、大丈夫。あの道に蜂蜜でも塗ってあるの？びくともしないわね。今まで手に入れた情報を整理してみましょう。一つ目、クラーケンは海の道から動く気がない。だからクラーケンを島におびき寄せて指揮官様を送り届ける作戦は最初から失敗。二つ目、道を渡るときに一番前にいる対象を集中攻撃する。指揮官様は絶対に後方にいないとね。3つ目、水中で近づくと反応が遅い。これはヘルムに頑張ってもらうしかないわね。ほんの少し視線をそらす程度しかできないはずよ。だからなるべく気をつけて。じゃあ私が先頭に立つからみんなフォローお願いね。うん、先頭に立ってかっこいいところは全部持っていっちゃうんですか？ちょっと嫉妬しちゃいますね。じゃあネオンがやったら？それは遠慮しておきます。何なのよ。ラピは後方で指揮官を守ることだけに集中して。ラジャ、もしもの時は島に戻れるよう安全距離を保つわ。オッケー。正直この方法が正解なのか分かんないけど、私が余計なことを言ったせいでみんなを危険な目に遭わせるんじゃないかって気もするし。もう遅いわ。自分の言葉を信じて、責任を持って。ヘルムには簡単かもしれないけど私には難しいのよ。いいえ、簡単だから言ったわけじゃないの。みんなあなたを信じて、あなたの選択に従ったのよ。だからアニスにも自分を信じてほしかったの。もう後戻りはできないから。そうね、このタイミングで弱音吐いたって無駄よね。私たちならできる。みんな無事にこの島から出よう。じゃあ決めた通り順番に道を渡るのよ。ただし途中でポジションを変えながらね。戦闘が一人に集中しないように。ええ、途中までは私も一緒に渡って、触手が現れたら海に入っておびき寄せるわ。了解。アニス、後ろ、配置完了。プリムの後ろにいます。ネオンの後ろに立ったのじゃ。ばあちゃんの後ろに立ったで。ヤンの後ろにいますね。先輩の後ろにいます。指揮官、何があっても前には行かないでください。私の後ろにぴったりくっついていてください。安全距離に配置完了。渡ろう。 OK、 行きましょう。